本日紹介するカレーはこちら、ホテルニューオータニビーフドライカレー。 RRCK 始まって初めてだな、ドライカレー。ミーはドライカレー大好き。ドライっていうのは乾いてるってことだな、まるでミーのようだ。ドライカレーっていう名前、これは日本でしか使われてないんだってさ。でもここに本場の味にこだわって作りましたって書いてあるんだけど、その本場ってどこなの？インドのことなのかな。期待しましょう。それでは行ってみたいと思います。プリーズでしょ。ああ、今日ほどこれがあってよかったなと思った日はないです。ドライだねー、ドライだねー、とってもドライ。いい色してるね、黒いよ。それではいただきます。これはカレーのおこげ的存在。みんな石焼きビビンバのおこげ大好きだよな。餃子の羽好きだよな。少し焦げた感じと、それから味がとっても濃い、それがとてもおこげ的な、そういう存在になってるような気がする。味が濃いからご飯の比率多めがいいね。うん、とっても美味しい。あー美味しい。カレーいっぱい煮込んだらこんなんできましたっていうね、副産物的なそういう感じがする。でも美味しい。ホテルニューオータニビーフドライカレー、こちらのバーディーポイントは21。バーディーポイント、味具個性ともに高ポイント。味がとっても濃いのでご飯いっぱい食べちゃうからお腹すっごいいっぱい。今日のカレーもとってもミニカリー、僕の心をレトルトパウチ。はい。